ンポン。赤ちゃんってどうやってできるか知ってる？お前それ普通にセクハラやからな。いや、そういえば私よく知らないんですよね。はあ、普通授業とかで習わんか？いやでも授業中は普通バッタと遊んでるじゃないですか。何してんのお前。たく、あかねちゃん教えてやってや。授業中は普通お昼寝やろ。おいこら、あおいちゃん普通ゲームだよね。おいこら、ついなちゃん。え、あ、もういいです。おいおい、もしかしてみんな知らないんか？みんなおこちゃまやな。いいか、耳かっぽじってよく聞くんや。赤ちゃんはな、クールトリさんが連れてきてくれるんやで。うん、小学生くらいまでなら正解。やっと？めっちゃ、葵ちゃんは知ってる？もちろんですよ。おう。まずクラファンで資金を集めます。そういうことじゃないね。ついなちゃん。まず市場でミス35リットル。ストップ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 。誰も知らねえじゃねえか。こんにちは。あ、ちょうど大人が来た。ほら、ゆかりちゃん。どうしました？すみません、質問があるんですが。ふむ、何でも言ってごらんなさい。子供ってどうやってできるんですか？ははは、ゆかりさん。そんなことですか。あははは。コウノトリって知ってます？お前もかよ、マッチョな人はいかがです？ふむ。では私の実体験でよければお話ししましょう。おお、これは信頼の高そうやな。まずはこちらの生物を用意します。なんか多分ちげえな。次行くぞ。赤ちゃんはどうやってできるか知ってます？見えます見えます。光が見えます。あなたの背後に光が見える。髪があなたに囁く。赤ちゃん。私はアダム。スニーカー。ファ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 ー。まともな奴がいねえじゃねえか。てか、うん、どういうあかりちゃんは知ってるんですか？え、知ってるけど。じゃあ教えてください。あかりが役立つもんで。なんやと？あかりちゃんしかいないんです。お願いします。え、すや、キッスやキッスすれば赤ちゃんができるんや。キャー言っちゃった。恥ずかしい。キッス